世界で大人気のオンラインゲームリーグオブレジェンド。5人1組で協力し敵の本拠地を攻めるこのゲームの国内リーグで、現在3連覇を目指すプロゲーム集団こそデトネーションフォーカスミー。国内最強といわれるチームの指揮を執る電脳ヒューマン、デトネーションフォーカスミーコーチカズ。選手たちの得意であったり不得であったりとかをしっかりと分析して、選手のパフォーマンスを 100% 引き出せる人なのかなと思ってます。選手を理解しまとめ、勝利に導く。結構相手がタワー下に下がってて、ここだったとしても結局もうウルト当たればもう勝ちになる。まあそうだね。その仕事は基本的な戦術のレクチャーにとどまらず、海外の大会の録画を見直して強いチームの動きを今勉強してる感じです。徹底した戦略分析。そんなカズが得意とするのが、勝敗のおよそ8割を左右すると言われる試合前のドラフト、バンピック。対戦相手の過去4年分のデータを研究し、今やそのほとんどを当てることができるのだという。自信あります。戦術に対する考え方っていうのがすごい上手くて、まあ、その辺僕らは知ってて、そこを信頼してますね。ここまでやるのかみたいな、それぐらいもう、ね、綿密に考えられたものとかを、なんだろう、ここぞっていう時にはやっぱ用意してくれますね。あ、そこまでしてくれたなら今度は僕らが頑張ればんだなっていう。対戦相手のコーチは、いろんな面を見るっていうコーチだと思っていて、椅子の座り方だとか、まあ、普通のコーチとかが考えられない部分まで見れててすごいなって思ってました。コーチに就任して1年半、今年春のリーグでは20勝1敗という圧倒的な成績を残し、優勝から遠ざかっていたチームをリーグ2連覇に導いた。そんなカズが現在取り組んでいるのが、大事な国内リーグでサブメンバーラムネを起用すること。日本のトッププレイヤーであるセロスをあえてメンバーから外した、その真意とは。世界で戦えるチームを作ることです。そのためには誰もが活躍できるエースになれるチームを作ることを意識してます。スランプであったりとか、自信をなくした時とかに必ず他の選手のサポートとかも必要でありますし、柔軟に選手を交代できるっていうのは一つの強みになるのかなと。世界で勝つにはサブメンバーであるラムネに経験を積ませ、同じポジションのセロスと切磋琢磨させることがチーム全体のレベルアップにつながると考えるカズ。自信持とう。はい、自信が大事。カズのチーム作りにラムネは、普通のコーチだったらあんまりそんなリスクなこと取らないかなっていう感じですかね。チームにどうやって貢献できるかを常に考えてやってますね。はい、勝つことがもう大前提であって負けは許されないんですけど、自分たちが目指しているところが一つ上のステージであれば、今ここで苦しい時期を体験する必要があると、今あえてチャレンジの時期だと考えてます。